コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけども、クラウンのハイブリッド車とガソリンの月いくらかかるのかと、21系クラウンロイヤルサルーンとロイヤルサルーン G の装備の違い、21系クラウンロイヤルの中古車を見ていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。で、私は21系クラウン今探してて買えてません。なので友達が21系クラウンのロイヤルサルーン乗ってる人がいるので、その方にガソリン代月いくらかかるのか聞いてます。ハイブリッド車のガソリン代なんですけども、2年ぐらいRS アドバンスのハイブリッドの車を乗ってたので、月どれぐらいガソリンがかかってたのか家計簿につけてたので、それを発表したいと思います。まずはじめにハイブリッド車とガソリン車、月どれぐらいガソリン代がかかるのか話していきたいと思います。私が RS アドバンスのハイブリッドに乗ってた頃は1ヶ月7000円かかってました。友達に聞いた21系クラウンロイヤルサルーンの前期ガソリン車14800円かかると言ってました。なのでハイブリッド車の方がガソリン代は安いです。で、視聴者さんがコメントでくれたんですけども、ハイブリッド車はガソリン代が安いけど、職場に行く時とかも近場だったりとか、あまり遠乗りしない人はハイブリッド車おすすめしないって言われました。それはなぜかというと、ハイブリッドバッテリーが近場ばかりでエンジンを切るとダメになるっていうのを言われてました。なので遠乗り俺は行かないっていう方はガソリン車の方がいいんじゃないのかなって私は思いました。このコメントくれた方はトヨタさんで働いてる方って言われてたので、この情報は嘘じゃないと思います。年間にするとガソリン車とハイブリッド車かなり値段が変わるんじゃないんでしょうか。で、21系クラウンロイヤルサルーン G とガソリン車は重量が違います。ガソリン車が1540から1680となってます。ハイブリッド車が1630から1760となってます。ハイブリッド車の方が重くなってます。過去動画で詳しく話してる動画を配信してますので、皆さんもしよかったらご視聴よろしくお願いします。説明欄にリンク貼ってます。続きまして、21系クラウンロイヤルサルーンとロイヤルサルーン G のグレードになるんですけども、3つのグレードがあります。ロイヤル、ロイヤルサルーン、ロイヤルサルーン G があります。21系クラウンロイヤルとロイヤル G の装備の違いになるんですけども、ロイヤルのスペアタイヤが応急タイヤ、ロイヤルサルーン G が標準タイヤ、セーフティーシステムなんですけど、ロイヤルはなし、ロイヤルサルーン G はプリクラッシュセーフティーシステム、急ブレーキ連動方式、アームレストになるんですけども、ロイヤルはなし、ロイヤルサルーン G はリアセンターアームレストのアクセサリーソケット、ナビになるんですけども、ロイヤルが HDD ナビゲーションシステム、ロイヤルサルーン G が HDD ナビゲーションシステムの G-BOOK 対応になってます。リアオートエアコンになるんですけども、ロイヤルがオプション、ロイヤルサルーン G がオートエアピューリファイヤー付き、クールボックス付き、足元の照明になるんですけども、ロイヤルがオプションで、ロイヤルサルーン G が標準装備になってます。リアサンシェードはロイヤルがなし、ロイヤルサルーン G が標準装備になってます。リアサンシェードになるんですけども、ロイヤルがオプション、ロイヤルサルーン G が標準装備になってます。これは電動になってます。インフォメーションディスプレイになるんですけども、ロイヤルがマルチ、ロイヤルサルーン G がドット表示式マルチになってます。マイコンプリセットになるんですけども、ロイヤルがステアリング、ロイヤルサルーン G がドライビングポジションシステムになってます。なのでロイヤルとロイヤルサルーン G の標準装備かなり違うなって思います。今は暑いので後部座席乗られる方とかはリアのサンシェードとかついてた方がいいんじゃないんでしょうか。それでは今から日本最大級の車総合サイトカービューでざっと21系クラウンのロイヤルサルーンとロイヤルサルーンハイブリッドを見ていきたいと思います。車体が566件出てきました。出てきました。トヨタクラウンロイヤルハイブリッド 2.5。走行距離が8万2000走ってるので、支払い総額が119万円になっております。かなり安いんじゃないんでしょうか。年式が2013年モデルなので、前期モデルですね。こう見ると、走行距離が10万超えてると安いですね。クラウンロイヤルのハイブリッドの詳しいことも過去動画で配信してますので、皆さんもしよかったらご視聴よろしくお願いします。説明欄にリンク貼っております。前期が多いですね。こう見ると、ハイブリッド車が多いんじゃないんでしょうか。お、後期が出てきました。皆さん走行距離が12万キロ走ってて、支払い総額が約150万円となってます。後期のモデルは玉数もなく高いんですけども、走行距離が12万超えてると150万円ぐらいで買えるみたいです。で、ハイブリッドバッテリーなんですけども、走行距離が12万キロとかでも全然まだいけるみたいです。だいたい18万キロぐらいで買えないといけないって言われてます。こう見るとハイブリッド車多いな。ガソリン車とハイブリッド車どっちが売れてるのかって言ったら、
ハイブリッド車の方が売れてるのかもしれないですね。車好きの方とかはハイブリッド車じゃなくて V6 がいいって言われてます。ガソリン車が出てきました。ハイブリッド車と比べるとガソリン車の方が新車で50万円ぐらい値段が変わってくるので、中古車も走行距離が2万7000走ってて支払い総額が169万円なので、ガソリン車の方が安いんじゃないんでしょうか。これがまた G になるとお値段がかなり跳ね上がるとは思うんですけども、こう見るとハイブリッド車が多いですね。なので今クラウンロイヤルサルーンのガソリン車狙われてる方は結構難しいんじゃないんでしょうか。玉数が少ないと思います。前期のハイブリッド車なら多いですね。皆さんは21系クラウンロイヤルの前期と後期どっちが好きですか。もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。私は今21系クラウンハイブリッドの後期を探してますけど、なかなかオークションとかもなく悪戦苦闘してます。皆さんハイブリッドが本当に多いです。ガソリン車がなかなかありません。あ、出てきました。本当にハイブリッド車の方が多いですね。皆さん、さっきも言ったんですけども、ハイブリッドとガソリン車のガソリン代は、遠乗りする方とか、あまり車に乗らない方とかで、かなりガソリン代は変わってくると思うんですけども、ハイブリッド車のセダンの場合は、約6000円ちょっとで、ガソリン車の場合が14800円かかります。今日はこの辺で動画を締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。光栄でした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ゼロクラウンパーキングギアに入れたら集中ロック解除のやり方を皆さんにご紹介したいと思います。今パーキングに入ってるんですけど、ロック解除になってません。今から試してみたいと思います。まずロックされていることを確認します。スターターのボタンを2回押します。アンロックのボタンを押します。この時に5秒間押します。離します。カチャカチャと音が鳴ります。これで完了してます。開きましたね。成功です。シートベルトの警告音の解除のやり方、サービスマンモードのやり方、皆さんにご紹介したいと思います。まずはじめにシートベルトの警告音解除のやり方をやっていきたいと思います。エンジンをかけます。ここにオーディオ TRIP っていうボタンがあります。これをオーディオに変えます。エンジンを切ります。ブレーキを踏まずにスイッチを2回押します。すぐにオーディオ TRIP のボタンを15秒間押します。15秒間経ったらオーディオ TRIP のボタンを押したまんまシートベルトをします。すると BON、BOF と出ます。 BON がシートベルトの警告音が鳴ります。 BOF がシートベルトの警告音が鳴りません。これで完了です。少し時間が経つと消えます。サービスマンモードのやり方をやっていきたいと思います。まずはじめに情報 G のボタンを押します。このボタンは長押ししといてください。次なんですけど、オフスモール、オフスモール、オフスモール3回します。するとこういう画面になります。成功しました。いろいろといじることができます。検査メニューですね。サービス検査とかディスプレイ検査、ナビ検査、カメラ検査、テル音質設定とかできます。カメラ検査、次この状態で走行することができます。少し走ってみます。こういう感じでですね、見えます。もしよかったら使ってみてください。サービスマンモードの解除のやり方なんですけど、このボタンを長押しすると解除されます。あとエンジンを切っても解除されます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。